マウスフロッピーディスクドライブ付きアミーガ1200アミーガ1200は1992年にコモドールから発売されたパーソナルコンピュータである。アミガドス3.0と呼ばれる OS を採用している。またデスクトップ環境はワークベンチ3.0と呼ばれるものである。CPU にモトローラ 60EC020 を採用した32ビットマシンである。 アミーガ1200には、アミーガ4000と全く同じカスタムチップセットである、AGA が搭載されている。これが、当時すでに時代遅れの感があるモトローラ 68EC020 を補助し、040搭載のマッキントッシュと、ほぼ遜色のない操作感を与えている。なお、AGA の3つのカスタムチップの中で、音声関係を司るポーラだけは、古来からのおしえす。 ECS 搭載のポーラと全く同じものである。このドール社は CD ロム事業展開を計画していて半導体で音を操ることに限界を感じていたことともう一つは d s p が流星になると予測していたようでデフォルトでの音声関係のアップグレードはあえてしなかった。ただしアミーガ1200専用の CD ロム CD1200 はこのドールの倒産により 結局、日の目を見ることはなかった。本体は、アミーガ500譲りのオールインワンタイプで、アミーガ500より、さらにスリム化されている。拡張用スロットは、本体下部にあり、また、本体左側に時ダ4.1、PCMCIA2.0 スロットも用意された。また、アミーガ500と違い、本体内にハードディスクを、搭載可能で、当時としては、 若干割高な2.5インチでドライブを乗せることができる。この辺は当時出荷され出したラップトップ型のパソコン用パーツの流用で、これにより本体デザインのスリム化を図っている。本体右側にある3.5インチ型フロッピードライブはアミーガ1000以来の ISO 規格の 2DD を独自に拡張した8 0 0イトフォーマットであり、 IBM スタイルの 720KB フォーマットを読み書きする互換性はアミーガ側だけで確保された。当時すでにデファクトスタンダードであった 2HD フロッピーもその後採用されたがデフォルトでは搭載されていない。デフォルトの搭載ラムは2 m b ットである。これはチップラムと呼ばれており当時のパソコンのラムの標準搭載量としても決して多いものではない。 なお、デフォルトでは、ファーストラムと呼ばれるラムを8メガビットまで追加することが可能であった。この場合、本体搭載のチップラムは AGA 専用となり、CPU は追加されたファーストラムにアクセスし、使用メモリ領域が勝ち合わないような設計がなされている。当時のほとんどのパーソナルコンピューターと同じく、シリアルポート、パラレルポート、ジョイスティックポート、 外部フロッピードライブポートなどを備えていた。例えば、シリアルポートは、汎用の PC 用モデムをつなぐことができ、パラレルポートには、ドライバの用意された、いくつかの汎用プリンターを接続でき、ジョイスティックポートには純正以外にセガメガドライブの、パッドが転用が可能で、外部フロッピーには、IBM PC との互換性のある5インチドライブさえ、用意されていたが、 アンシーや ISO などの標準化団体の制定する互換性は厳密に適用されていたとは言えない。なお、故障率はアミーガ4000より低い優秀なハードウェアとの表もある。アミーガ1200はコモドール社のヒット商品、アミーガ500を置き換える商品として発売された。1987年発表のアミーガ500は その機能と価格でホビーストやパソコン初心者に絶大な指示を受けたが発表から3年ほど経った頃には Windows 機やマッキントッシュの画像処理能力が飛躍的に上昇しもはやアドバンテージを保てるほどとはいかなくなった事実エントリーレベルのモデルとして1990年くらいまではアミーガ500は知名度が高かったが1990年を境として アメリカではその名を聞くことがほとんどなくなってしまう。結果として、当時有名であった、ワープロソフトワードパーフェクト等も結局、アミーガ市場から撤退してしまう。そこで、コモドール社は、アミーガ1200をアミーガ500のようなホビースト向けのゲーム用途の製品として、企画、発表するが、事態はあまり好転しなかった。第一にその時点では、 AGA の機能をフルに使ったゲームがまるっきり揃わなかったことが挙げられる。基本的には、旧来のアミーが500ベースのゲームが多く、アミーが1200の性能をフルに活用したゲームは、ほとんど制作されなかった。当時はすでに256色発色の任天堂の16ビットゲーム機、スーパー NES が200ドル以下で発表されていたこともあり、 比較すると、アミーガ1200専用ゲームというのは見劣りのするものであった。第二にアメリカ国内のアミーガよりのソフトハウスはほぼ全滅状態であった。アミーガは特にヨーロッパで人気があったため、アメリカ国内でのマーケティングでも欧州産のゲームに頼らなければならなかったことがある。しかしながら、特にイギリスのゲームは90年代にまだフロッピーブートが主流で、 全く OS を無視したものであった。これはすでに OS 経由でゲームをしたり仕事をしたりといったことが当たり前になっていたアメリカ人から見て、甚ははだ原始的な時代遅れのシステムに移ることとなる。ライバルの Windows やマッキントッシュ上でのフロッピーブートのスタイルは90年前後にはほぼ絶滅していたので、 フロッピーブートスタイルも併用しているアミーガ1200はマイナス評価とならざるを得なかった。加えて、アーキテクチャーが一新したことにより、過去のソフト資産とのコンパティビリティも取りづらくなっている。というのもアミーガ500からアミーガ1200への乗り換えを阻害した要因である。結局、当初の目論みと異なり、原理的にはアミーガ500の部品数を削減した。 より安価なアミーガ600の登場と、相まってエントリーレベルのモデルではなく、当時のアメリカ向けのコモドール製品の、マーケティング戦略としては、ミッドレンジ向けの製品として、路線変更された。ありがとうございます。